医者に見せろというのに寝てりゃ治ると言って寝てしまったよ。まこの犬シュシュって名前なのね。こんなとこに座って何やってんだ。店番さ。店番？そう。わ、ここってペットフード屋さんなんだ。そうなんじゃよ。この店の主人がわしの親友でんな。はい。わしはやつの代わりに餌をやりに来たんじゃ。代わりに？ええ。やつは死んだ3ヶ月前にな。病気でな。もしかしてそれからずっとご主人の帰りを待ってるの？みんなそう言うがね。え？わしは違うと思うな。シュシュは頭のいい犬だから主人が死んだことぐらいとうに知っておるだろう。じゃあどうして店番を？きっとシュシュにとってこの店は宝なんじゃ。犬好きだった主人の形見だから、それを守り続けとるのだとわしは思う。わしは何度か避難させようとしても一歩たりともここを動こうとはせんのだ。